高山神社は、群馬県大田市本町にある神社。明治時代に創建された比較的新しい神社である。高山被告郎を祭人として祀る。1873年に、県の許可を得て、高山被告郎の生誕地細谷村に、石祠が設けられた。地元民が政府に神社創建を願い出たことから、1878年内無教の、 認可を受けた。明治天皇、各皇族の家付金、一般の寄付を得て、金山丘陵の死脈の昇給である、天神山中腹に社殿を造営。1879年鎮座を行った。1880年3月建社に格、列九1932年に現在地の山頂に、潜座された。二千十四年十二月三十日に放火で拝殿と。 本殿が全焼。2016年10月に、前橋地方裁判所は、非現住建造物等放火罪などで犯人に、懲役12年の判決を下した。大田の神社放火に、懲役12年地裁、財産的損害は大きい。産経ニュース。オリジナルの2017年2月23日時点における、アーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 7 0 2 2 3 1 3 1 1 0 7 h t t p w w w s a n k e i c o m r e g i o n n e w s 1 6 20 1 1 0 1 r g n 1 6 1 1 0 1 0 0 5 4 n 1 h t m l ありがとうございます。